はい、どうも、楽しいおいしい時間ですよ。今日はね、またたくさんいただいたシリーズやっちゃいます。これはこんな感じの紙に入っていた、いただきました。ありがとうございます。大丈夫だまんじゅう、東村山のね、天才志村健先生のあれだす、舞台で来ていただいた、ワイモリさんにいただきました。今日も盛りだくさんですからね。これね、なんか何個も入ってて、なんかちょっと種類が違うのが入ってるらしい。ほら、やっぱりそうだ。こっちが大丈夫だまんじゅうです。いただきます。で、その前にちょっと喉乾いたのでいただきます。ちょっとまずこのシュワッとする炭酸水をね、まずちょっとこれをいただいてから。あーし、そしてこれです。こっちは、はい、皆さんありがとうございます。いつも僕が初めて全く知らない自分の窓口のお客さんじゃないお客さんから、いつも応援してますって言って、もう何回も前に初めていただいた時からずっと毎回欠かさず僕にいろいろくださいます。本当にありがとうございます。モンドセレクション、モンドセレクション金賞です。ありがとうございます。ただそのままガブガブ飲んじゃうとすごい酔っ払っちゃうだろうなと思って、前もって炭酸水飲みましたし、後で持ってきます。あ、持ってきましたね。出します。持ってきます。もう持ってきたね。これね、一回匂い嗅いでみようとって開けたわけですよ。そしたらこうプクッつって開けるやつがじゃなくて、こうやって一気にこう、なんかこんな、なんかすごい初めて見る仕組みになってました。素敵です。ちょっとこっちからいただきます。ごめんなさい。25度。へえ。飲みやすいわね、あなた。これクッってこないっす。クッってこの、クッってくるじゃないですか。25度ぐらいのやつだと。美味しいね。あ、前もらったかの熊門の、あれもうこれじゃない？サンガじゃなかった？くまモンの絵が描いてあったやつ、前もらった。それじゃないですか、これ。うん。あー、これは。あー、飲みやすくてどんどん飲んじゃう。これ危ないね。美味しいね。ちょっと炭酸水入れとこうね。あやまさん、ありがとうございます。名前を。ね。大丈夫だまんじゅう。大体食べるまでに、こう飲むまでに時間かかりすぎて、これ木島あんたはって話になっちゃうわけです。もうほんとごめんなさい。大丈夫だって。あ、大丈夫だまんじゅうね、割ってみようか。いいね、これ。もう この時点でいいっすね。美味しいね。ああ、いいね。大丈夫だ。また名言ですよね。大丈夫だって。安心するよ、ほんと。ダフンダーまんじゅうだ、こっちは。これだ。これがダフンダーまんじゅうだ。うぐいさんの。しかしこのワイモリさんはもういろんなとこ行くし、いろんなところのいろんな美味しいものをくださってね。僕まだありますよ、冷蔵庫の中にも。今回いただいたものもまだあるのもあるからね。ソースとか、その前の、まあいいや、ダフンダーの方。これ割った、もう割ったらワクワクするわ。あれ、これなんか山の上の初日の出、僕のおでこは山から初日の出。ああ、おいしいね。久しぶりに
久しぶりにウグイさん食べたら美味しいね。うん、みんな本当にたくさんくださってね、ありがとうございます。本当に贅沢ですよ。見に来ていただいて、食べ物いただいて、そしてこれメロン、銀座、じゃあ銀座メロン、こんなかっこいいおしゃれな箱に入った、これはアジニチェです。メロンの後輩のアジニチェくれました。これはそうです、間違いないはずです。うん、どういう風になってんの。ああそうね、ああそうね、うん、中にこんな風に何個か入ってる形ですね。これは本当、あのもう一個の動画でもやったじゃないですか、あのわらび餅、どこで誰に教えてもらってんのか、本当不思議でしょうがないよ。僕の方がもう何年も先にこっちに来てるけど、全くもってこういう経験は積んでないね。あの洗濯の仕事ばっかりしてたからかもういろんなとこに遊びに行ったり、いろんな食べ物食べたりするのはもう出遅れたな、出遅れた。ちくしょ、これは包みをもう開けた瞬間にいい香りが、メロンの香りが漂いまして、あなたどうとかなしど、ほらこんなにして、なんだっけこれ、銀座メロンから生まれた、よくわかんないです。はい、いただきます。いい香りだな。おほ、これも美味しいな。風味本位に製造しております。素晴らしい。うん、あーこれ美味しいわ、これは美味しいわ。初めて食べる。あれと似てるね。あの味がじゃないですよ。この作りがカスタ丼。カスタ丼も美味しいですよ。鹿児島のねカスタ丼も美味しいよ。これさっきこうやってやったのあれよ。桃から生まれた桃太郎みたいなイメージですよ。わかりますよね。うん。味は、あ、今のカスタ丼の話思い出した。鹿児島にいとこがいますよ、同じ年ので、その下に弟、まあ妹も2人いるし、もうたくさんいます、鹿児島に。あんまの映画がね、母ちゃんの兄ちゃんが鹿児島に行って、独立したね、電気の会社作って頑張って、いやこれも、はい、ありがとうございます。こっちも、ね、島さんです、ありがとうございます。僕が甘いものも辛いものも大好きだって知ってるから、甘いものもまたみんながたくさんくれてね、本当に。これは剥き方間違ったのかな、僕は剥き方を間違ったのかな。そして僕のこの部屋は、あの暑いですからね、これ冷蔵庫に入れといた方がよかったか、これちょっとチョコレートか、ああ大丈夫だ、ちょっとこれたくさん残りはちょっと冷蔵庫に入れときましょうか。若干溶けてきてるね、ミルフィーユのやつ、ミルフィーユのやつ。サンジェルマン、これ美味しいわ、あの味が濃い。こんな、もうこの僕の剥き方のせいでちょっと良さを表現しきれてないね、これは良さを表現しきれてないね。これ美味しいな。
きますねこれ、うん、あーこれいいわ、いやーこれ期待以上、これは期待以上、パンチ力あった。あーこれいいね、あの口の中にフンってくるね、このフンってくるチョコレートと、チョコレートだけじゃない、これなんだ、キャラメル系というか、うん、もうさっき食べたからもう今はもうわからない、忘れた、でもとにかく美味しかった、フンって言いました。僕は大丈夫だろうか。いやー本当にね、こっちもこれどこだ、トマトのあれですよ、ヤシロ、ヤシロは熊本ですか、きっとそうでしょ、この焼酎も全部ね熊本の方ですから、トマト羊羹、またこれ包みが可愛いこと、ほら僕は赤が好きだからこういうの好きだよ、本当にこれ綺麗に剥がして取れねえ、だ破けた破けた、ダメでした、和も洋も何でも好きな僕はね、嬉しいな本当に。こうさ、なんていうんですかね、しょっちゅうしょっちゅう会えるわけでもないし、会うわけでもないじゃないですか。でも年に2回舞台をやるたびにこうお顔を拝見できてね、僕は嬉しいんですよ、なんか本当に。もともとさっきも話したね、本当に嬉しくて、もう最初何が何だか分からなくて、こんなことがあるんだろうかと信じられない夢心地にさせてくださった島さんです。ありがとうございます。そしてね、今回この報告をしないと、これ、ね、どうやって開けるんだこれは。どっからどう開けるんだい。あなたは。ちょっとこうじゃこう横でこう切るか。違うな。こうだなやっぱな。その報告する内容というのはですね、あるおばあちゃんが、おばあさんですよ、おばあさん。70代後半ぐらいだったと思うな、こう僕が帰りに、皆さん帰るときにもう歯でやります、ありがとうございました、ありがとうございました、あのあれですよ、無料ですからステッカーどうぞ持ってってくださいってこう言って言いながらね、僕は立ってたんですよ、出口の近くというかロビーの方で。そしたらね、おばあちゃんが、お母さんがね、100円玉ですよ、持ってきて僕の手をこうやってこうやって開いて、こうやって置いて、こうやってやったんです。え、どういうことですか、あの拾うものか、この落とし物か何か拾われたということですかって僕はお伺いして、そしたら、ね、違うの、いいのいいのって言って僕の手をこうやってギュッとするんです、こうやってこうですよ、こうやって、あ、違うからだからこうやって一人じゃできないけど、あ、落とし物ということですかってお伺いして、もう一回って、いいの、頑張って、頑張ってって僕の手に100円玉をギュッと握り込ませてくれて、お小遣いですよね、お小遣いです、頑張ってって、もう僕はあら手にちょっとついたの舐めただけでトマトの味して、もうあんたは力あるね、力がある食べ物だ、100円玉お小遣いをいただいてですね、はいと、頑張らなきゃなっていうふうに思ったっていう話です。お名前も僕はお伺いすることもできませんでしたし、分かりませんでした。結局のところ本当にありがとうございました。でこれはトマト羊羹、いい色してるね、いい色してる、誰のお客さんだろうな。うん、初めてだねこれは、これは美味しいね、面白いね、美味しくて面白いね。
トマトの。見事にトマトの味がするね、これ。いやー、見事だ。本当に素晴らしい。一体この含有率何パーセントほどがトマトなんでしょうか。もう一切明記されていない。あれされてるか。何パーセントとかはないね。ないみたい。あ、でもこれ美味しいわ。初めてこうね、食べたことない味とか食べたことないもの。でも本当はその土地に行きたいよ、僕は。その土地に。うん。その土地に行って、釘を吸って、地面を踏んでですよ。トマトだね、トマト。そういう経験たくさんしたいな。したいんだったらすればいいじゃないか。何を言ってんだ、木島、君は。僕だ。僕なんだ。それは僕なんだよ。昔よく思ったんですよ、中学生のね、頃の僕に、木島春樹に、出会った時に、ぶん殴られないようにね、ちゃんと大丈夫だよ、今やってるよって思えるようなね、人生を常に僕は送り続けなければならないと、中学生の時に、今の俺にぶん殴られるような人生を送っちゃいけないなっていうふうに中学生の時に僕は思ったんですよ。やばいな、これ。思ったんですけれども、まあお酒を飲む量は当時とペットボトルが教えてくれた。そう、当時となんていう話はおかしな話になってしまいます。今僕は中学生の時の話をしてましたから。ありがとうございます、ペットボトルさん。僕の目の周りには僕の味方しかいない、そういうことですね。ありがとうございます。お酒を飲む量はね、何年か前に比べるとだいぶ減りました。こう減りました。ちょうどメガネやっちゃったからなんかおかしな感じになっちゃったけど、うん、減りましたから健康的にはいいんじゃないですか。健康的にはなんで飲んでねえんだバカ野郎ってね、殴るような、いくら中学生とはいえ殴るような僕ではないですよ。そんなことでも腹を立てたりはしません。僕は大丈夫ですか。僕大丈夫ですか。ああ、気持ちよくて楽しくてね。だからこのもうこねえ、こうやってこう気持ちの詰まったみんなのこのなんつうんだろうな、この木島に持ってって食べさせてあげたいな、食べてみてってさ、そういう思いが詰まってるんだよね、この食べ物たちには。まさか毒入れてさ健康害してやろうなんて多分ね、一つもないですから。どんな風にして食べるのかなと思って来てください。もうそういうさ、善のプラスのね、思いが詰まった食べ物を食べると僕は元気が出るよ。元気が出るし買っても楽しくなっちゃう。もしかしたらこれねえ、アイネムさんからもらったこのサンガを、ね、今日僕アルコール摂取してるのこれだけですからね。摂取しなくとももしかしたら水だけで僕はこんな気持ちよくなれたのかもしれない。そんな気もする。あ、します。いやね、本当に思ったんです。あ、もうみんなありがとうございますって話とまた違う話です。さっきの中学生の時の話。僕も昔中学生でしたから、あれもしたい、これもしたいって言って、あれもできるはずだ、これもできるはずだって言ってね、あんまりにもそういうことが多すぎて、だいたいできてるね、だいたいできてる、うんと、
大体できる。そんな気がする。いや、そうなる。夢とかなんつうんですかね、夢を語るみたいな、僕はあれになってやるみたいな、そういう話じゃないんですよ。全然違う、そういう話じゃなくてです。なんつうんだろうな、職業じゃないですから。職業ではこういうことがしたいと、それなぜゆえにと、なんでですかっていうところの根本的な部分で、あれちょっとダメですかこれ、なんか違う、僕のあの違う感じになってますよね、うん、でも本当大体叶ってるというか、やってきました。楽しいです。だからきっと、あるわ、殴られるかもしれない一つあるわ。遅くともですよ、33歳、もう僕今年36歳になりましたから、33歳には結婚してね、子供一気に双子を 3年連続でとかいうふうに僕は思ってたんですね。そういえば当時思ってましたね、うん、30歳ぐらいまでにはたくさん攻め込んで、33にはもうね、そういうふうになってるだろうなとか、ならなきゃなっていうふうに思ってたけど、ああそれだけはもうダメでした。それだけは若干の遅れを、わけわかんなくなってきた。ほんとごめんなさいよ、ほんとに。大丈夫だっていうふうに書いてるから、ワイモリさんありがとうございます。うまくできてるな、ペットボトルがポンと教えてくれて、栄養満点の美味しい食材じゃない食べ物たちが僕の体内に入って、なんかどうしたの、変なこと話してんじゃないのって言ったら、またワイモリさん大丈夫だのこのまんじゅうが出てきて、ありがとうございます。楽しいですよ本当に。いい時代に生まれました。僕たちは こんなのあるんだから、こんなのが会ったことない人大量になっちゃったよ。本当ありがとうございます。会ったことない人から美味しい食べ物もらえる時代ですよ。楽しいね、うん、ね、これからどんどん良くなるよ、どんどん、まあ、右肩上がりの急上昇で世の中はいろんなこと便利になって、もう何年か前はできなかったことがたくさんできるようになりますから、大丈夫だ、うん、大丈夫だまんじゅうなりますよ。あとはね、僕たち一般の人たちがしっかりと守るべきものというか、大事なものだけをね、ちゃんとすれば良くなる一方です。最高だね。よし、ほんと全然飲んでないはずなんだけどな、気持ちいいなね、さっきあげたでしょご飯は。本当に美味しいものたくさんありがとうございます。ごちそうさまじゃないです、まだ。では。